久しぶりです。ちょっと痩せた感じがします。自分でもね、昨日は手術して今日退院になりました。まあこれで完全復活完治しました。先生もですね、うまくいった、シュートうまくできた言ってましたんで、多分うまくできたんでしょう。いや本当にね、皆さんにもねご心配かけました。私前回の手術でね、痛い言うたもんやから、途中でね痛み止めをね追加してくれたんですよ。でね、実は今回の手術の前に先生がね、山門先生いう先生ですけど、まあ前回ね、百田さんうとうとする薬と痛み止めかなんかよくわからんけど、ちょっと入れただけですぐガーガー寝たんで、あこれぞよう効くなぁと、麻酔よう効くなぁと。んでね、このままちょっと麻酔を量を増やしたら、このまま死んでしまうかもしれない。どうもね、その麻酔はね、呼吸を抑制する麻酔らしいですよ。で、このままもうちょっと麻酔入れたら、呼吸を抑制して、死んでもうかもしれないなということで、ちょっと薬を抑えた。ほんで途中でね、私が、寝たのに、痛いって言い出しましてね、針刺してね、腎臓を焼くんですよ。わかりますか？体の中でね、焼きますね。電子レンジみたいに。ぐわーってじわじわじわ。ほらね、経験したことのない痛さですわ。なんかね、気持ち悪い痛さね、体の内側からね、なんかひねられてるというかね、なんか、内側からじわーっとなんか、変な圧迫があるというかね、ものすごい気持ち悪いんですよ。でも痛いんですよ。で、痛い言うと思うからね。嫁さんに言いましたらね、あんたすぐ痛い言うと。だから、普通の人やったらね、まあ大したことない痛みかもしれませんけど、だって私は痛がりなんでね、今日は先生ね、横向きにやりましょうって。私の左の腎臓がやられたんですかね、癌に今回。で、横向きにやってね、先生横向きなんかできますかと。私うつ伏せでもいいですよ、言ったらね。いやいや、横向きでも一緒やと。先生はね、私が手術やるのは一緒やと。ただ、うつ伏せは、うつ伏せになると、この胸がこう圧迫されるんで、それでいわゆる呼吸がこう苦しくなると。その麻酔はどうも呼吸抑制があるんで、だから、うつ伏せになってたら、呼吸が止まって死んでもらうかもしれないって。それ怖いからね。そんな怖い言って。いや、先生も痛み我慢しますから、呼吸止まらないようにしてくださいって。ほら先生が、まあ分かりましたと。痛まないように、なんとかうまくやりますってね。で、まあ昨日は見たかったんですけど、寝なかったんですよ。ずーっと起きとったんですよ。でもね、やっぱり痛かった。でもこらえとって、このぐらい我慢しよう。まあ前回よりはね、痛くなかったんです。やっぱその辺先生やっぱりうまく工夫されたんでしょうね。で、なんやかんやで終わって、部屋に戻ってきました。戻ってきたらね、ものすごいしんどかったんですよ。ものすごいしんどかった。やっぱりね、手術って疲れますね。ほんでね、すごい疲れて、しんどいなと思いながら、ほんでそのうちにね、副体温ってね、手術の後にね、お腹にね、なんか布をペアって巻くって、それがね、結構きつう巻いとったんですよ。ほらね、それがね、苦しいんですね。なんかね、お腹をもっと空気いっぱい入れよう、お腹に空気入れようと思ったらね、それ入らへんね。苦しいなと思ったら、そのうちにね、吐きそうになってね、吐きたいと思って、でもね、吐きたいと思っても、寝返りが打てない。寝返り打たんと吐いたら、ブーこれからブワー出て、出るばっかりか。吐いたやつがまた中に入るような気してね、怖い、これ怖いなぁ、思って、吐かれへんなぁと思ってね、ぐっと我慢や、ぐーって我慢しとってね。ほらまあ、そのうち、まあ、吐きが収まったんですけど、しんどうてね、皆さん、がんなるもんじゃないで、本当にね。いやもう腎臓がなんかなるもんじゃない。まあちょっとじゃあ他の癌はええんかって、他の癌もちょっとね、まあ嫌ですけどね。まあなんやかんやでね、苦しみ抜いて1ヶ月、去年の12月の27日にね、精密検査を受けまして、あんたこれ癌やで、癌ですから。いやいやまあ、その分を取り出してみなわからんけど、まあ、99% 癌です。まあそう言われたら、癌やなと。あちゃー、癌か、えらいこっちゃな、わしも死ぬんかと思ってね。ああ、儚い人生やった思いながらね、何にもやってなかった人生やなと思いながらもですね。まあしかし、まあ考えましたよ。まあまあ、思う存分に生きたことはないけれども、しかしまあ、まあ68時間まで生かしてもらった。これで、文句言うたらあかんなと。なんで、がんやねここで。わしはまたもっとやりたいことあったのに、したいことあったのに、ああ、まだこれもあれも。いや、こんな言うたらあかんと。68まで生かしてもらって、その時に、やりたいことを十分やれんかったのは、誰が悪いんでもない。わしが悪いんやん。まあ、しゃあないと。考えようによっては、結婚もしたし、可愛い子供もできたし、まあ、ええかと。まあ、付録としては、まあ、本も書いて別荘世代になったし、まあまあ、そう悪くもないか、と思ってね。これはもし、癌で死んだら、まあ、それまでやと。まあ、その時には、この世の中、67年間、楽しませてもらいました。ありがとうございました。と言うて、亡くなろうと。まあまあ、そんな風にね、心落ち着けて。癌が2つあるんでね、2回手術してなかった。で、まあ、それが1月の10日入院。11日カテーテル。このカテーテルいうのはね、ちょうど右の太もものとこからね、なんかね、腎臓までね、なんか細い線を入れて、血管を詰めるらしいんですよ。血管詰めて、なんかね、出血しないようにするというね。腎臓っていうのはね、結構血管が多くて、
下手したら血管がバーって破れて、いや出血するらしいですね。このカテーテル手術っていうのをやりました、ね、腎臓の、それは前日です。ほんで、その翌日に、腎臓を焼くと。焼くいうのはね、背中からね、針刺しまんね。針刺して、その針でですね、まあ電子で、ラジオなんとか言ってたわ。ちょっと待ってな。ポストもしてね、ポストも。今回受けた手術は、インターベンショナルラジオロジー。アルファベットで IVR らしいですけど、これの手術をしてくれたのがですね、日本、インターベンショナルラジオロジーの理事長なんですよ。すごいでしょ？日本で一番ですよ。今一番かどうか知りませんけど、多分一番でしょう。理事長ですからね。山門光一郎先生。山門光一郎先生がですね、自ら執刀してられた。でね、このインターベンショナルラジオロジーというのはですね、実は2022年の秋、つまり1年ちょっと前ですね、その頃に初めて保険治療が可能になったと。まあそれまでは実費ですね、つまり保険が効かなかったという。で、この保険治療ができるようになったのには、この山門先生が尽力です。頑張ったんですよ。山門先生が頑張って、その保険治療が認められた。で、その山門先生はもう第一人者だったんでね。いや、だからね、うん、よかったなと思ってね。いや、僕は別にね、これも何も使ってないですよ。実はね、12月28日に精密検査を兵庫医大です。兵庫医大の先生なんですけど、兵庫医大の教授ですよね。で、12月28日に精密検査する予定だったんですが、その2日前にですね、兵庫医大から電話かかってきて、僕は別に VIP じゃないんですけど、兵庫医大の先生に言わせると、だから VIP やから、教授が見ますよって。あ、そうですか。わかりました。ほなら、言うて、その前の家に行って、その山門先生に見てもらったんですよ。なら、山門先生にね、なんか知らんけど、兵庫医大から VIP やから教授が見るって言うたんですけど、すいませんって私言うたらね、いや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 、やっぱりね、百田さん有名人やから言ってね、やっぱりね、他の先生はね、有名人はね、みんな嫌がるんです。やっぱり有名人相手に失敗したらなんか、あの先生有名人殺したねとか、なんかそんな風に言われるかもしれない。まあそんなことないと思うんですけど、やっぱり有名人言うとね、多少プレッシャーがかかるみたいなんですよ。よく知らないけど、ほんで私ね、お鉢が回ってきたんですよ。はーはーはーとか言ってね、山門先生言ってたんですけど、だから素晴らしい先生でね、私よりだいぶ年下やったんですけど、年下やけどね、すごいフレンドリーなんですよ。私は1回目の手術でね、あと終わった、やったな、終わりましたよ、あ、終わりましたか、言ってね、よう寝てたねー言ってね、タメ口なんですよ。はい。いや、私だいぶ年上なんですけどね。7歳ぐらい年上なんですけどね。よう寝たねーとかね。よう寝てましたね。ちゃいますね。まあ、タメ口やな、思いながらね。でもね、気さくな先生で、あれ、何でもかんでもペラペラペラ言ってくれないし。で、逆にね、帰ってるか、こう、安心でしたね。その先生に出会ったのが、まあ、今回、まあ、運が良かったかなと。ほんでね、もうアホですよ、私。ネットニュースになってるらしいけどね。トースポさえ、どうでもいいけどね、私のツイッターをね、ちょっと記事にすぎやで。はい。ちょっとお金ちょうだいよ、ほんまに。トースポのニュース。百田直樹、腎臓がん4年間放置していた、アホ丸出し。アホ丸出しって。はい。アホ丸出しってね、別にトースポが言うたわけちゃうんですよ。私が言うたんですよ。作家の百田直樹が3日、自身の X、過去旧ツイッターを更新と。腎臓がんの手術を終え、現状について綴った。百田氏は昨年末に腎臓がんと診断され、1月に1回目の手術を行っていた。3日には、2回目の手術を終え、手術を終えたことを報告したと。今回の手術では、腎臓であった2つのがんを焼き切ったという。記録を見たら、がんは4年前から発見されていて、毎年精密検査を受けろと言われて、ずっとほったらかしにしていたって、ほんまアホ丸出しやんと自虐するも。おかげで運よく同手術の第一人者と巡られたようで、4年前は保険治療が効かなかったので、がん発見の4年前に精密検査をしていたら、もしかしたら兵庫医大を紹介してもらえなかった可能性もあるとタイミングに感謝したと。またファンから、4年前にがんを放置したのは作家の勘かと問われ、いや、単にがんやないやろと鷹をくくっていただけです。素人判断はいけませんねと正直に告白と。もし立ちの悪いやつやったらアウトだったかもしれません。けど、今回行かせてもらったのは天が、まだお前にはやることがあると言ってるのかなと思いますと、しみじみつぶやいたということです。いやいや、本当にね、まあ今回はね、まあ運が良かったです、本当にね。だからもしこれがね、もっと悪質な、腎臓がんでもね、4種類か5種類ぐらいあるらしいんですけど、一番悪質ながんやったら、もう私アウトやったでしょうね。皆さんどうも本当に今日はありがとうございました。皆さんのね、ツイッターとか X で励ましの言葉、もうずっと見てました。皆さんのことがね、どれだけ励ましなり、勇気づけられたか分かりません。これは本当です。本当に皆さん、今日は、どうも、今日はというかね、この1ヶ月間、もうご心配かけて、すいません。激励の言葉、本当にありがとうございます。